岡2日目来てくださった皆さん、そして配信をご覧の皆さん、今日は本当にありがとうございました。そうですね、2回目のセンターをやってみてずっと思ってることは、私なんかが乃木坂のセンターに立ってて恥ずかしくないかなって思って、もしかしたら先輩方にも恥ずかしい思いをさせてるかもしれないって思って、だからそう思われないために必死に自分なりに曲と向き合ってきたけど、歌番組だったりライブだったり披露し終わった後はいつもああダメだったかなとか、できてなかったかな、もっとできたんじゃないかなっていう気持ちになります。でもできないからもう嫌じゃなくて、できなくて悔しい、もっと頑張りたいって、自分をそういう気持ちに変えてくれたのは確実にこの27枚目の期間があったからだし、こんな私を支えてくれていた先輩方や同期のおかげ、こんな私をずっと応援してくださっていたファンの皆様のおかげだと思っています。本当に貴重で素敵な経験をありがとうございました。そして今日は大好きな先輩と一緒に披露する最後の日でもあります。感謝の気持ちを込めて披露させてください。それでは聴いてください、ごめんねフィンガーズクロスト。今だってもちろん好きだけど、なぜなのあの頃に戻れない、君の幸せをずっと祈ってるよ、ごめんねフィンガーズクロス。ことが初めてだったから全てがぎこちない。